みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと332日となりました。みなみです。マイアミではありません。やばい、時間がやばい。今日は時間ないので5分ぐらい。パーマかけたんですかって言われそうですけど、違います。これはね、自分で寝る前にね、細かい三つ編みをするとこうなるんですよ。サッカーみたいじゃない？たまにやりたくなる。私サンドラ・オーっていう女優さんがすごい好きなんですけど、カナダの女優さんなんですけど、サンドラ・オーが結構こういう髪してるんですよ。あとシャキーラとかになりたくて、よく自分で自家製でパーマやります。いいでしょ。結構癖つくんだよ。濡れたままタオルドライした後、濡れた髪にちっちゃいゴム使ってこう編むんだよね。そう、ちょっと昨日右手首使いすぎて痛くなっちゃって、もうちょっと適度にしようと思いますね。ちょっと今日はね、寝坊した。こう起きる時間の30分ぐらい遅い時間に起きちゃってダメでしたね。言ったっけ、今日みたいな時間短縮の日はちょっと一本吸わせていただきます。私は吸う人吸わない人どちらも大切にしたいので、吸います。ああ、結局ね、ケントに戻ったんですよ。アイブースト、なんかすごい良くない？合うよね。ラーク好きなんだよ。味がとても味が良くて好きなんだけど、やっぱ減りが早いのと高い。20円高いんだよ、ラークの方が。アイブースト520円なんですけど、ラーク540円なんですよ。やっぱりアイブーストしようかなって思い出して、そんなこんなで、私はタバコを吸いながら読書をするのがすごく好きなんですけど、いい時間だね。って思います。なんか今日変な夢見たんだよな。皆さん夢とか見られます？私結構毎日見てるんですけど、今日なんかね、母親が出てきたんだけどね、あんまりいい夢じゃなかったんだよね。夢って逆のこと起こるっていうじゃないですか。どうなんだろうね。なんか私、母親が夢に出てくると絶対こう
なんかあんたなんかうちの子供じゃないみたいな感じなんですよ。知らん顔されるっていうか。で父親が出てくるともう起きて実際に涙が出てるぐらい喧嘩してる夢だ。お父さんに関しては多分仲良くなりたいんだなっていうのは分かるんですよ、夢で。あのその現実にねってことね。母はね分かんないんだよね。で年に1回絶対見る夢があって、あの母がこうすっごい綺麗におしゃれしてどっかで出ちゃうんですよ。で、じゃあねみーちゃん私の人生を楽しめばバイバイとか言って違う男のとこ行っちゃうんですよっていう夢を見ながら、お母さんがあまりにも綺麗になってるから、こうへーみたいな、なんか私は嬉しい気持ちとやっぱり家族が壊れるんだっていう気持ちと、でもそこで家族は壊れるんだっていうか、そもそも家族が壊れるってなんやねんみたいなところに自分自身でツッコミを入れて、なんかどんどんよくわかんなくなってくっていうのがお決まりパーティーなんですけど、なんかそういう不思議な夢を毎年ね絶対年一で見るんですよ。だからなんか深層心理にあるんだろうねきっと。まあ世のお母さん全てそうだと思うんだけど、私の母親は特にこう母親になるということにこう全てを捧げてきたような人なので、愛情は深いと思う。ただなんだろう、わからないなんかこうね難しいんだよねお互いにっていうのはあるかな。そんなことをなんか急に思い出しましたね。今日寒いのかね。もうこんな時間。それ行かねばなるまい。というわけで皆さん、いい一日を今日もお過ごしくださいませ。寒いと思うんであったかくしてね、いい光が差してます。私もいい一日を過ごします。頑張りましょうお互いに。久しぶりにやるといいな、なんかね。前髪を上げるかどうか悩むね。でも寒いんだよな、前髪上げると多分。いや、このままで。というわけで、じゃあ。Thank you.